日本のタンクローリーの一例。トラクタは三菱不走製。トレーラーは東急製。日本のタンクローリーの一例。トラクタは日野製。トレーラーは昭和飛行機製。LP ガスローリー落農家から乳業メーカーへ生乳を輸送する収入者。タンクはステンレス製。セミトレーラー型のタンクローリーのエアリフトアクスルの様子。写真は異性化等輸送者。 タンクローリーは固体、液体、気体を運搬するための特殊用途自動車。貨物自動車の一種でもあり、主に石油、ガスなどの運搬に使われる。セミトレーラ型のタンクローリーも多く存在する。ローリーとはトラックとほぼ同じ意味である。なお、トラックはアメリカ英語、ローリーはイギリス英語である。日本の法令では危険物を輸送するタンクローリーを 移動タンク貯蔵所という。消防法で規定される、危険物を運搬する、危険物ローリー、毒物、飲料水、食品、セメントを運搬する、危険物の分流体運搬車、ローリー、高圧ガスを運搬する、高圧ガスローリーなどに分かれる。形状タンクの形状は強度を確保するため、円筒型が多い。断面型は危険物ローリーや、非危険物ローリーは、基本的に、 天地方向が扁平な楕円であり、圧力封入が必要である場合は、深円が使われる。高圧ガスローリーは全て断面は深円である。楕円である理由は、重心を低くして点灯しが高くするためと、積み込み設備との関連で全高を抑えるためである場合が多い。車両操縦量の規制緩和以降、上部が比較的平らで、両側面が、 下膨れという診断面の採用も見られる。一方、高圧容器が深淵である理由は、内部からの圧力をタンク外壁に均等にかけ、強度と耐久性を高めるためである。構造タンクの構造は危険物ローリーは、裸タンクがほとんどであるが、特殊構造として、保冷、保温材付きのもの、また常温での取り扱いに向かない積み荷の場合では、冷却。 加熱装置付けタンクも存在する。引き見物ローリーは、保冷、保温材付け、または加熱装置付けタンクなど特殊構造が多く存在している。高圧ガスローリーは裸タンク、または保冷、保温材付けタンクである。液体用タンクでは、積み荷の同様が車両の安定に及ぼす影響を少なくするため、防波板が取り付けられており、液体危険物では、 消防法により義務化されている。材質タンクの材質は高圧に耐え、積み荷の漏えいや化学変化を防ぐ目的から溶接組み立ての普通項、高張力鋼の構成のほか、油種類ではアルミニウム合金、食品関係ではステンレス鋼が主流である。強酸、強アルカリなど腐食性の強い積み荷では FRP や化学変化に強いチタン製のタンクも見られる。 タンクは 3.2mm の後半と同等以上の強度のものを使うことが消防法では義務付けられている。溶石危険物ローリーは消防法上移動体区貯増所とされており、最大3万リットル以下、一室4000リットル以下に制限されている。道路運送車両法、車両制限令により単一車両では1台あたりの車両総重量は25トンまで、 トレーラーは、道路運送車両法上特例8車種であり36トンまでで、車両制限令状では27トンまでとされているので、全長、全幅の兼ね合いからも3万リットル積載可能な、危険物ローリーは成立しにくいが、2011年頃から生産され始め運行されている。高圧ガスローリーは、可燃性ガスが最大1万8000リットル未満。 アンモニアを除く毒性ガスが最大8000リットル未満となっている。非危険物ローリーには特に規定はない。積み下ろしは積み荷の性質によって様々だが大きく分けると次のようになる。危険物積載車に掲載されている木の標識運搬の際は危険物車両の場合、木の標識を前後に設置しなければならない。また、毒物運搬車両の場合は、毒の標識を 高圧ガス運搬の場合、高圧ガスの標識が必要である。航空機に給油中のタンクローリーなお、右下部の写真のような空港で見かける、航空機燃料供給用のタンクローリーは、通常は、レフューラーと呼ばれる。また、タンクを持たず、地上に設置された配管から燃料を供給する、車両があり、これらは、サービサーと呼ばれ、分類が異なる。また、かつて石油タンクローリーは、 静電気防止策としてタイヤチェーンを引きずって走行していた時代があった。理由は消防法で、うんうんと誠しやかに説明されていたが、実際のところは法的根拠は不明。さらに同様の説明で静電気防止装置があり、現在は不要であるといった説明もあるが、その静電気防止装置は単なる 軽量弱の静電気防止策であり、チェーン引きずりとは全く関係がない。また、タイヤの導電性云々という都市伝説もある。もちろん、静電気の除去のため、危険物取扱い中は、アース線により設置を行う必要がある。行動を走行するためには、重量区分により対応した、運転免許が必要となる。その他、運搬に際しては、危険物は、消防法、 火薬は火薬類取締法、毒物は毒物及び劇物取締法、高圧ガスは高圧ガス保安法、飲料水、食品は食品衛生法、大きさは軽量法、輸送については道路交通法の適用を受けることになる。また、危険物の運搬は危険物取扱者の資格、毒物の運搬は毒物劇物取扱責任者のいる事業所から、 業務上取扱い者としての届けで、高圧ガスの運搬は、高圧ガス移動管支者講習の終了が必要になる。なお、火薬の運搬に関しては、運転免許以外に必要な資格等はないが、運搬のたびに、2、総人が都道府県公安委員会から、運搬証明書の交付を受け、運転者はそれを携帯する義務がある。日本国内において、公道を走行するタンクローリーは、 灯油の行商に使われる軽自動車規格に収まるもの、燃料店での保有が多い積載量2トン級の小型トラック程度のものからガソリンスタンドへの移送に使われる大型トラック、燃料油を運搬するセミトレーラ型ローリーでは消防法上の上限である30キロリットルに近いものまで様々な大きさのものが存在する。ほか、ありがとうございます。